今まで動画にいただいたたくさんのコメントをチェックしちゃいます。一番好きなタイプはツンデレが好きですかね。ダダーン、エネコだよ。今週も始まりました、ザ・エネコショー。まあエネコは4月から始まって約半年ほどやってきたんですけども、皆さん温かく迎え入れてくださって、新人の VTuber ですし、まあ未熟なところもいっぱいありましたが、本当に皆さんの温かい声援のおかげで今日も元気に撮っていければなと思っています。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。それでは今週もザ・エネコショースタート。エネコのコメントチェック。今回は今まで動画にいただいたたくさんのコメントをチェックしちゃいます。以前エゴサをしてみたこともありますが、皆様からのコメントは本当に嬉しいです。というわけで最近の動画にいただいたコメントをチェックしてみましょう。 If you want a relaxing SOL anime with fun characters, then you can't go wrong with Yuru Camp. この SOL はスライスオブライフというアニメのジャンル、日常系のアニメのジャンルを英語化してさらに訳した言い方です。コメントありがとうございます。私もそうですね、ゆるキャンすごく好きで、毎回お腹空いたなと思いながら見てますおすすめありがとうございました。それでは次のコメントに行きたいと思います。 The closest I can get to the horror genre is Zombieland Saga, so I think I may be skipping this week's recommendation. Still, keep up the good work, Eneko. Here's a question for you. What are your favorite and least favorite character tropes or types?私もホラージャンルちょっと突然出てきてわーみたいな驚かし系じゃなければ私は結構見れちゃいます。でゾンビランドサガもすごく素敵な作品なのでおすすめありがとうございます。私の一番好きなキャラクターあるあるやタイプ、そして嫌いなタイプ、難しい質問ですね。なんか一番好きなタイプはツンデレが好きですかね。なんか一見暴言を吐きまくるタイプだけど、実際は必要な時に助けてくれるようなキャラクターが好きですね。で逆にそうですね、苦手なタイプは裏表があまりなく、もうずっと真面目、可愛いなとは思うんですけど、まあ魅力的かなとちょっと感じる時はありますかね。なんか真面目すぎちゃう、ね、I love how we can hear Eneko giggle in the background as Giguk is talking. ありがとうございます。言ってることが面白くて、やっぱりその現場がすごい楽しかったので、つい笑い声を抑えることができなかったんですけども、それを逆に好きって言ってくださってありがとうございます。こういったコラボをどんどんできればなと思っていますので、皆さん楽しみにしててくださいね。ここからはショート動画にいただいたコメントをチェックしてみたいと思います。Happy birthday, Eneko. It's great that Netflix chose to have a VTuber mascot, and it's always been a pleasure watching. いやー、心温まるコメントありがとうございます。Thank you. まあ、Netflix が VTuber のマスコットを、まあ、アニメのアンバサダーとしてネットフリーアニメ部マネージャーとして迎え入れたことは結構皆さんにとって驚きのニュースだったかもしれないんですけども、ネットフリックスの社員である N 子が皆さんにいろんなアニメを紹介、直接紹介することができるので、なんかたくさん皆さんとつながれる機会を作れたのかなって思って、すごく嬉しく感じています。 N 子、 We have to watch the next episode. MeAfter marathoning 3 seasons in one night. Alright, one more. 見たくなりますよね、つい。もうなんか自分の身をちょっと削ってまで続きが気になる時ってありますよね。エヌコのわがままに付き合ってくださりありがとうございます。まだまだ紹介しきれないくらいたくさんコメントをいただいていますが、全部チェックしていますので、これからも気軽にコメントをしていただけると嬉しいです。以上。エヌコのコメントチェックでした。さあ、エヌコショー、
本日もお別れの時間となってしまいました。やっぱりなんか世界中の皆さんからいただくコメントだったり励ましの言葉だったりがすごくもう心にジーンと染みて、いいアニメ紹介をしていきたいなって思いました。これからも、コメントをチェックし続けるので、よかったら気軽にコメントしてくださいね。応援よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。